皆さんこんにちは、総務全国地方議員の会の会長代行をしております。今は江東区の江東区議会議員の伊兵文隆でございます。令和の西郷隆盛こと伊兵丼と通称で呼んでおりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。私も中央区の区議会時代に拉致被害者のご家族の増本さんが中央区民でありましたので、本当に多くのところで拉致被害者奪還の活動をしてまいりました。あの横田めぐみさんをはじめとする拉致被害者、そして拉致として認定もされていない特定失踪者の方々、今回安倍総理の衝撃的な辞任会見がございましたが、その中にあって一番志を高まったという思いを安倍総理本人からも語られたのが、拉致被害者の奪還ができなかったこと、私はそのことを非常に安倍総理は心残りだというのは感じております。そもそも安倍総理のお父様が拉致被害者からの陳情をいただいて、その時の秘書官をしていた今の安倍晋三総理は、被害者のご家族を連れていろいろな省庁を巡ったわけであります。それ以来おそらくどの歴代総理よりもこの拉致被害者の奪還を活動し思いを持っていたかもしれません。しかし未だにご家族のもとに帰ってくることができませんし、私たち日本は拉致被害者の方々を奪還することができないのであります。皆さん、横田めぐみさんをはじめとする拉致をされた方々、そしてそのご家族の方々、当然それを実行した北朝鮮が最も卑劣な人権侵害を犯している国家であることには間違いありませんが、あの横田めぐみさんをはじめとする拉致をされた方々やご家族は誰の犠牲になって今も家族がお会いできない状態なんでしょうか。私はそれはやはり日本の憲法が彼らの犠牲になったと思っております。戦後まさに GHQ が作ったこの憲法を未だに変えるための議論すらできないのであります。横田めぐみさんもおそらく私たちと同年代の60代過ぎてしまっていると思います。当然のことながらご家族はさらに高齢化が進んでおります。もう時間がない、もう時間がないと言い続けて数十年になるわけであります。皆さん、日本政府が何もはっきりとした行動を起こしてくれないから、ご家族の皆さんはアメリカの大統領にお願いに行ってしまうんです。安倍総理ですらトランプ大統領にお願いに行く、こんなの国じゃないと私は思います。しっかりとやはり日本は自立した国家として自らの国民を奪還し、自らの国を自分たちの力で守ってこそ真の自立した国家だと思います。そして今どうしても国ができないんであれば、私たち国民一人一人が、世論がこれを動かしていくしかありません。署名というのは本当に小さい力かもしれませんが、昨年の政府主催の拉致奪還の集会の時に今まで集まった署名簿が内閣府の倉庫から全部
持ち出して展示されました。本当に段ボールが山積みになるくらいの多くの署名簿がありました。多くの国民の皆さんの思いは一つだと思います。もう本当に時間がない中でしっかりと世論を、そして国際世論を動かしていくためには私たち一人一人の力しかないと考えております。皆さん、私も新潟の柏崎に市議会議員の仲間がおりまして、何人かが拉致をされた柏崎の海岸に行ってまいりました。あそこは、まあ、古い言い方ですとアベック道路といって、カップルの人たちが夜の海岸を散歩するには本当に素晴らしいところであります。しかしそこの海岸のすぐそばに残念なことに屠殺場があり、そこには多くの北朝鮮の方々と密偵をしている方々が住んでいる事実はすでにあの時新潟県警は掴んでいたわけであります。あの時私の同級生もあまり夕方夜海岸沿いに行くと拉致をされるからということを教わっていたそうです。一番動かなかったのは日本政府です。時の外交問題か何か分かりませんけども、日本人が違法に拉致をされて救出をできない国家を作ってしまった。これはまさに戦後の東京裁判史観に基づいた偏向的な歴史教育がそうさせているんだと思っております。しかし今それを責めてみても仕方ありません。今もう本当に断腸の思いで安倍総理も退任をされ、そして横田めぐみさんのお父様であります茂さんも娘に会うことなくこの世を去っていかれました。本当に心残りであったと思います。もし自分の家族がそのようなことになれば、北朝鮮に乗り込んでいってでも助けたいと思うのが日本人の当たり前の考えであると思います。親であれば当然だと思います。そして日本人のいいところは、自分の身でなくても人様のことであっても自分の身になって考えることができることが日本人の良さだと思っております。今日もこんなに暑い中たくさんお集まりいただいたのは、まさにそのような思いを持っていらっしゃる方々がこのように参集してくれているんだと思います。私たち地方議員は、国会議員が動かないんであれば、我々は地方議員だから江東区のことだけをやってればいいんだ、豊島区のことだけをやってればいいんだではなく、国会議員ができないんだから我々地方議員が皆様と一緒に活動してまいりたいと立ち上がっております。今日も仲間の靴沢君や八王子の若林さん、そして大田区の上田区議会議員も先ほど顔を出されておりました。みんな仲間で志を同じくしております。皆さんの地域にも同じように志を持った地方議員がたくさんいると思います。やはり力を合わせることが大切です。私も全力でこれからも皆様と共に頑張ってまいりますので、力を合わせて一日も早く横田めぐみさんをはじめとする拉致被害者の方々をご家族のもとに取り返すために頑張ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。